6月20日にフルモデルチェンジしたハリアです。フルモデルなです。形式が AXUH80 変わったところを探していこう。うん、ここっていうの。でもこれってあれ、トヨタはネッツとかトヨペットとかも関係なくなったからこのマークになったの。ああ、そうやろな。前までちゃうかったよね。ちゃうこの辺。え、うん、まあ、だからハイエースも全部レジアスもなくなったからな。あ、そうなの。うんうん。でちょっと大きくなったかなと思うし、まあとりあえず外装をゆっくり、うん、タイヤは高いですよ。もうこういう車買ったらタイヤは高いと思っとって、うん、外装をちょっとゆっくり行こうか。ヘッドライトとかもめっちゃ変わったんじゃん。うん、わしみたいや。一個だけ言うて。何と思って吸ってんねんけどタイヤを、うん、あれ最初からじゃん。まだあれじゃん、この新型のハリアーでタイヤを吸った人はおるかおれへん。これまだ街中では多分 見ないかなと思います、うん、これちょっとこの辺で、これもあ、やっぱり全体的にやっぱりでかなってるよな。なんか名残はあるけどやっぱ変わってるな、うん、全体的にな。私だって車買うときハリアも悩んだよか、うん、で見に行ったやんか、うん、狭い感じしたけど、また後で内装、別の動画で内装とかもやっていくんで、色の関係かも分からへんけどな。でなんかパールやから、うん、ちょっとでっかい。絶対でかいわ。うん、タイヤもでっかいしな。うん、でもこれグレード的には真ん中やって。真ん中。うん。うん、真ん中で450万ぐらい。ぐらい？うん。高いな。まあ、AR とか全部つけたら、まあ、600ちょっと超えるね。まあなかなか。ほんで、うん、今のやつは、うん、こうヘッドライトが、うん、あ、一回ちょっとな、エンジンかかるんかどうかは分からんけど、エンジンをかけてみて。ちょっと待って。これなんでこっちにしたのね、 T さん、うん、だってトヨタは絶対こっちやったよ。まあそっちも多いよな、あったよな。うん、これでちょっと降りてきてみて。何、あ、え、光ってる、光ってるよな。光ってないんちゃう。え、ちょっと持っといて。これでも電源入ってる。電源入ったと思う。何も変わってない。あ、いけた。うん、だから電源ドライブを入れたら、うん、うん、だからこれも、うん、とりあえず電源入れたら、まあドライブ入れたら今ついたけど、うん、もうずっとつきっぱなしの、no. うん、だからスモールつけんでも、あ、関係ない、関係なしで。そうなの。うん、まずここはだから違ったとかやな、だからヘッドライト、うん、うん、これもあれやな、ぶつけましたヘッドライト交換ってめっちゃ高い。一体まあ全部交換やな。もう LED やろ。うん、全部交換。ライト周りとか、うん、とりあえずライト周りしよう。オッケー。あ、ウインカーは流れへんな。ウインカーは流れる、ウインカーじゃないけど、ちょっと降りてきて。あ、うん、え、これじゃあ何、それは反射板、反射板。ほんですごいフォグランプ見たってめっちゃ可愛い。うん、大きさの割になってるいいやん、うん、気づいて。ちっちゃいの、うん、ちっちゃいの。これ何なん、弱みなの、これ
これあの車が寄ってきたらあのあセンサーかなんか ついてるやん、うん、高級車ピー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 なる。そう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 、それか。そうそうそう、うるさいやつな。はいはい、バックランプも小さいし、ウインカーの位置がもうめちゃくちゃ下にある。テールって、うん、こここれはこれ スモール。なんかさ、ライト系は小さいな。これちょっと待って、うん、パッチンパッチンもしたやろ。これブレーキになってる真ん中、上と横やな。真ん中は関係ない。うん、バックこれなんですよね、下の。もう LED で明るいって分かってるからかな。ハザードはどこにあるんですか。ハザードナビの下見て。もう一体やで。ボネットあげよう。ボネットどんなもん。今見えへんかったよ、光って。あ、そろそろもっと上がる。あったもん、うん、その辺は一緒やな。めっちゃ重たい。棒いんのこれ。棒あるな。え、どこ。あ、やっぱ新車綺麗ですわ、うん、全然。あ、めっちゃピカピカ。どう。あ、めっちゃほんまに綺麗。オイル入れるとこやろ、うん。ジエターとか、うん、ピッカピカ、ほんまにピカピカ。なんでこのピンクが反射してるもんあるなあ、やば。色ちゃうよな、うん、なで、クーラーと。あ、これだからあれやな、バッテリーの2個あるやつ、ね、そうそうそう、こっちの冷却と。でもさ、これもうこんだけ前取ってるから全部丸見えやもんな。うん、そんな逆に、うん、丸見え。あ、でもホースバンドとか、うん、全部外車と同じやろ。あ、うん、まあ、やっぱりあのあれやな、海外向けにちょっとなってる。人気やもんね。ただもう一個言って、うん、遠い、遠すぎて。私も最初開けた時思ったけど、こうかな。だいぶ動画長なかったな。こうかな、うん、そうそうそう。思ったけど、まあでもまあだからこっち斜めやな。うん、オイル交換とかはね、うん、こっちこっちで整備していかないとな、うん、ここからやと、まあ、この辺も傷つけちゃうんかな。やっぱ身長やっぱり整備しようと思ったら2メーターぐらいはいるな。欲しいね。そんないらん。せやな。こんな感じです。うん、まあ、あとはちょっとホイールが何インチ、うん、どこ行った。先見つけてんの私。18、うん、絶対高いよ。タイヤ高いよ。18な、うん、後ろも一緒のサイズかな。そうやな、うん、そう、こんな感じかな、うん、なんかこの辺もさ、何メッキっていうの、うん、シルバーかっこいい。そうやな、そういうやっぱりちょっと高級感のあるようにしとけんだからな、うん、そんな重いよ。めっちゃ重たい。うん、端っこじゃないよ。でもこれやったらあれやな、あんま持って、何、え、ちょっと待ってよ、これ思いっきりバーンってやらないと。軽くやな。あ、そうそうそう、それでしまうの、うん、確認も横で。難しい。こんな感じです、うん、ね、今はまだ納車ちょっと時間かかる。そうやな、だから早い人はそうやっと納車できたできるかなって感じなんで、ああ人はお早めに、うん、別でね、内装の動画とかも上げていくので、そっちも見てください。チャンネル登録とこれお願いします。